はい、皆さんお疲れ様です。プロダーツプレイヤー浅田聖吾のチャンネル、今日もよろしくお願いします。はい、まあ、今日はね、なんかざっくりしてるんですけど、 Vlog やりたいんですよ。 Vlog、はい、Vlog ってなんやねんって言ったら、なんかこう日常的なこと、まあ、対してその企画とか、そのなんて言うんだろう、こういうことをやろうとか、こういうことを今日やりますよみたいな感じではなくて、自然だ、その自分の日常をこう動画にしていくっていうような、まあ、簡単な感じというか、まあ、ほのぼのした感じというか、まあ、結構ですね、僕はあっちゃこっちゃ遠征とか行くじゃないですか。で、なんか食べに行ったりとか、なんかちょっとこうがっつりこう誰か対戦するぞみたいな、そういうのをやるぞみたいな感じじゃなくて、知り合いのお店に遊びに行ったりとか、なんかいろいろそういうなんか日常的なことあるんですけど、まあ、それに需要があるかどうか別にして、そういうのやりたいな、なんかパッと動画を回してパッとなんか動画を上げれたら、まあ、僕のことをこう見てくれてる人には、まあ、ちょっとあいつ何してんねんとか、あいつなんか普段そんな感じなんやとか、まあ、日常を知ってもらえるかなみたいな感じで、ちょっと Vlog やりたかったんですよ。で、まあ、ちょっと続けるかどうかはちょっと分かんないですけど、とりあえず Vlog やってみたいと思ってたので、簡単な感じね。だからほんまに今日たこ焼き食い行きますとか、なんかそんなんとかもちょっとダーツの話とかもしながら、ちょっと Vlog やっていきたいと思います。はい、まあ、ちょっと試しみたいなとこあるんで、まあ、よかったら見ていってください。はい、それでは歩きっていきましょう。最後、はい、ということで、今週末がジャパン神奈川ですか。はい、まあ、前日入りして、そうですね、まあ、試合終わったらもう当日帰ると、まあ、そんなスケジュールで組んでますけど、最近今ちょっとホテルもね高くなってるし、まあ旅費もね節約していこうかなっていうのは、まあ、まあ、ちょっとね、ツアーとジャパンのツアーとかぶり気味なのかどうかわからないですけど、ちょっとアジアツアーの方が発表されて、 PDC のアジアツアーがね開幕するんですが、まあ、一発目はまずドバイと、もはやアジアちゃうやんけみたいなスタートもあり、あとフィリピン、あと京都かな、まあ、発表されたんですけど、まあ、旅費もかかるしね、まあ、そういうのもちょっとこう視野に入れながら、抑えれるとこは抑えていこうかなと、まあ、そんな感じで思ってて、まあ、今回横浜は、まあ、前日そうですね、まあ、ご飯食べて、翌日、まあ、試合出てみたいな感じかな。はい、まあ、頑張りたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ということで、あいった、はい、ということで Vlog ね、普段日常の自分の、まあ、日記みたいなもんですかね、まあ、簡単に言うと、まあ、そういうのやっていこうかなと。で、今これいつ撮ってるかというと、2024年1月、8日、昨日ね7日で、まあ、It's Showtime という今年2024年初めての大会出てきたんですけど、ペアがね佐川香織さんプロ、面識あって会場とかでもお疲れするぐらいの感じで、ちょっと面識あるぐらいだったんですけど、あんまそんな深く喋ったことなかったんですけど、初めてこう当日ペアやって聞いて、まあ、組ましてもらったんですが、まあね、いい感じにちょっとダーツ運んできまして、まあ、予選ちょっと2位通過しちゃったんですけど、ロビンね、まあ、そのままちゃんちゃんとこ うまいこと勝っていって、まあ、結果優勝することができました。はい、まあそんな近所報告もしつつで、シングルの方なんですけど、自分がねシードで16からスタートやったんですよ。で、まあ、そうですね、まあまあパパッとこう買っていって、最近ねジャパンでも活躍されてる DMC の山下龍樹くんとか、
まあ、決勝結果ノブさんやったんですけど、山本信弘プロとやらせてもらって、まあ、優勝することができて、まあ、シングルダブルスともにダブル優勝と、そんな2024年、初めての Vlog スタートでございます。で一応ね、まあ、5週明けて、まあ、大阪ではね、まあ、今日8日で、まあ、明日からあの東海ビスが始まるんですよね。東海ビス、まあ、9日10日11と、何やったっけな、残り服とか、まあ、なんかいろいろ3日間やるんですけど、まあ、結構にぎわうお祭りというか、東京やったら鳥の市っていうんかな、はい、まあ、商売やってる人はね必ずそこにこう笹買ったり熊で買ったりみたいな、まあ、明日行こうかなと思ってるんですけど、まあ、自分もねその会社を起こして何年かな、もう4年5年ぐらいか、なんとか皆さんのおかげでぼちぼちやらせてもらってますけど、はい、そんな感じですね。はい、でまあ、この Vlog っていうのは、まあ、簡単に言ったら、まあ、今でいう X、Twitter とかにまあつぶやいたりするような、こんなんやねあんなんやねみたいな日常的なことをこう動画に変えていくっていうだけのことなんですけど、まあ、大して内容もないんですけど、まあ、日常を見てもらえたらなみたいなところもあって、まあ、今月で言ったら、ショータイムが終わってジャパンが今週あって、でそうですね、初めてのちょっと試みでフェイマスというユニコーンので練習会っていうのをちょっと今回企画させていただいてて、まあ、そういうのもやっていって、まあ、大阪だけじゃないんですけど参加してくれる人とねちょっと一緒にこう切磋琢磨してダーツのスキルアップ狙っていこうかなみたいな、うん、そういう企画もやっておりますので、まあ、ぜひ興味ある方は僕のこういう発信とか見て練習会とか参加してもらえたら嬉しいです。はい、なんでまあこれからちょっとこう Vlog っていう日常会話的な動画もスタートさせていきたいなと思ってるんで、まあこれからもぜひ皆さん YouTube 応援よろしくお願いします。はい、では今日はねまあ簡単な感じではありますけどこの辺でお別れしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。